自治政府の旗セントクリストファーネービス・アンギラは西インド諸島、ショーアンティル諸島のリーワード諸島に存在したイギリスの自治領。現在のセントクリストファーネービスとイギリスの海外領土であるアンギラによって構成されていた。首都はセントクリストファー島のバセテいル。自治領設置前の1882年によりセントクリストファー島、ネービス島、アンギラ島は一つとなる。 1833年にイギリス領リーワード諸島に編入。1861年から3つの島々とイギリス領バージン諸島は一つの植民地として1871年まで管理された。その後は1958年に成立した西インド連邦の構成体となる。西インド連邦解体後、イギリスの植民地に戻った島々はまたある程度の グループに分かれ自治権が付与された。セントクリストファー島、ネイビス島、アンギラ島は別々のイギリスの植民地となる。商業と生産を担当していた、セントクリストファーネイビスアンギラの大臣、ロバート・ブラッド賞が、西インド諸島同盟の会議に当選して、同盟の大倉大臣になる。1967年に、実地領セントクリストファーネイビスアンギラが成立し、首都は、 セントクリストファー島のバセテールに置かれた。しかし、5月30日にアンギラ島政府がこの自治療成立に不満を抱き、アンギラ島にいる17人のセントクリストファー警察を島から放り出し、7月12日にアンギラ島が単独で独立を宣言を行うという事件が発生。1967年7月11日には独自の独立の賛否を問う。 住民投票を実施し、賛成派が圧勝した。その後もセントクリストファー党中心の政治に不満を持ったアンギラ党は、1969年2月7日に、アンギラ党政府がアンギラ共和国の成立を宣言し、自治領政府から事実上独立する事態となった。6月19日、自治領政府はイギリスに鎮圧を求め、イギリスが2隻の護衛艦を使い、 アンギラに軍を派兵。そして、アンギラ島は、イギリスの植民地統治下に復帰した。アンギラ島は1971年8月6日、島の管理をイギリスに返したアンギラ法が、イギリス議会で可決したことを受け、1980年に、正式に自治領から分離し、イギリス直轄の、海外領土へと戻った。残されたセントクリストファー島とネイビス島は1983年に、 イギリスから独立した。r u l e r s o r g Saint Kids and n ス v i s ありがとうございます。